2018都並チューリップフェアにお越しの皆様、こんにちは。プリンセスチューリップの布子舞です。ただいまより陸上自衛隊第10音楽隊の皆様によります自衛隊音楽隊コンサートを開催いたします。例年自衛隊音楽隊の皆様には素晴らしい演奏でこのフェアを盛り上げていただいております。そして本日演奏をしていただきます陸上自衛隊第10音楽隊の皆様は平成26年の出演から4年ぶりの出演となります。今年も自衛隊音楽隊の皆様の演奏でフェアを盛り上げていただきたいと思います。ここで陸上自衛隊第10音楽隊の方々のプロフィールをご紹介いたします。陸上自衛隊第10音楽隊は昭和34年に発足し、名古屋市守山区に所在しており、東海北陸6県の防衛警備災害派遣を担任する第10師団の音楽隊として館内各地で演奏活動を行っています。主な活動として隊員の士気を高めるための演奏および自衛隊初期式での演奏をはじめ、定期演奏会や音楽祭り、室内楽演奏会を行うとともに、各地で行われる公共的なイベントでの演奏協力、中高生吹奏楽部員に対する演奏技術指導などを行っています。第10音楽隊は地域の皆様と自衛隊を結ぶ架け橋として、多くの方々との触れ合いを大切にしながら演奏活動を続けております。これから演奏していただくのは第1部第2部ともに魔女の宅急便、美空ひばりなどおなじみの曲をお届けします。それでは陸上自衛隊第10音楽隊の皆様、お願いします。
して皆様こんにちは。こんにちは。私たちは愛知県名古屋市からやってまいりました陸上自衛隊第10音楽隊です。私たち第10音楽隊はこのチューリップフェアには何回かお邪魔しているのですが、何度見ても富山県のチューリップは見事ですね。この素晴らしい公演のチューリップが見られるということで、私たち隊員もこの演奏会を楽しみにしてまいりました。初夏の陽気にふさわしい多彩なプログラムをご用意しております。短い時間ではございますが、ここからはどうぞ私たちの演奏でお楽しみください。先ほど演奏いたしましたのは段井久磨作曲の祝典行進曲でした。それでは改めて紹介いたします。演奏は陸上自衛隊第10音楽隊、指揮は音楽隊隊長稲積秀則三等陸佐です。そして私、本日司会を務めます西池由紀三等陸曹と申します。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。それでは演奏会を進めてまいりましょう。続いてはスタジオジブリ公開の作品魔女の宅急便サウンドトラックよりお送りいたします。魔女の宅急便は13歳の魔女キキが相棒の黒猫ジジを連れて一人前の魔女になるべく都会での生活を始めるという物語です。ストーリーだけでなく美しい西洋風の街並みの風景や久石譲による音楽も高い評価を受けているこの作品の世界へ皆様をお連れいたします。それでは魔女の宅急便コレクションです。
魔女の宅急便コレクションでした。さて続いてはジャズの名曲よりミスティをお送りします。作曲者のガーナーがニューヨークからシカゴへの移動中の機内でパッと思いついたメロディーを一刻も早く楽譜に残したいとホテルに直行し、ピアノに向かって瞬く間に仕上げたというエピソードが残されています。後に歌詞が付けられ、ジャズボーカルの名曲ともなりましたが、歌はもちろんのこと、どの楽器でも彼の独創的な旋律が聴く人の心を揺さぶります。本日は甘い音色の金管楽器フルーゲルホルンのソロでお楽しみいただきましょう。ソロは片山博真二刀陸曹です。それではお聴きください。ミスティです。
高でした。もう一度盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。フリューゲルホルンの音色はいかがでしたか。あまりの美しさに私も好きになってしまいそうでした。楽器の話です。さて続いてはマンボの陽気なナンバー、マンボのミートをお送りいたします。マンボの王様との異名で知られるテレス・プラウドの作品です。日本では1991年から2002年までの約10年間にわたりフジテレビ系のバラエティ番組ごきげんようで司会の小堺一機さんの登場の場面で使用されていました。あ、この曲聴いたことあると感じていただけるのではないでしょうか。それではお聴きください。マンボのビートです。メドレーでお送りいたします。愛さんさん、リンゴ追い分け、お祭りマンボ、そして美空ひばり生前最後に発表された名曲川の流れのように、以上4曲を続けてお聴きいただきましょう。それでは美空ひばりメドレーです。
Thank you.
ここまで私たち大純音楽隊の演奏をお送りしてまいりましたが、皆様楽しんでいただけておりますでしょうか。ありがとうございます。そこでリップちゃんかな、リップちゃんも小踊りしてくれてて私もすごい嬉しいです。ありがとうございます。さて、早いもので次の曲が最後の曲となってしまいました。本日のコンサート最後の曲はスーパーロボットヒストリーをお送りいたします。男の子って誰もが小さい頃ロボットのおもちゃに憧れますよね。強いロボットに憧れ、いつかはロボットに乗って操ることを夢見ていたのではないでしょうか。そんなロボットが登場するテレビアニメから主題歌をメドレーでお送りいたしましょう。曲はマジンガー Z、飛べガンダム、エヴァンゲリオンより残酷な天使のテーゼの3曲です。ところで最近は男の子だけでなくロボット好き女子も増えているとかいないとか、誰もが興奮間違いなしのメドレーをロボット好きの元男の子元女の子の歌とともにお送りいたします。それでは最後の曲、スーパーロボットヒストリーです。本日はありがとうございました。未来目指すため
ありがとうございました。大変素晴らしい演奏でしたね。会場の皆様、もう一曲聴きたいですよね。ありがとうございます。チューリ君とリップちゃんも聴きたいですよね。それではアンコールよろしくお願いします。ありがとうございました。